皆さん、こんにちは。トラストゾーン対応 STM32L5 マイコンで組み込み機器のセキュリティ対策にようこそ。このビデオではトラストゾーンを次のように定義します。ハードウェアとソフトウェアを2つの明確なエリアに分割、アイソレーションするメカニズムです。2つのエリアとは、セキュア空間と非セキュア空間を指します。このアイソレーションメカニズムにより、私たちは資産の保護レベルを向上させることができます。私たちは、セミナーやトレーニングにおいてこの定義を紹介すると、次のような質問を受けることがあります。セキュア空間と非セキュア空間にそれぞれ何を置くべきでしょうか？セキュア空間に全てのものを置くことはできますか？なぜセキュリティが向上するのか？実例を紹介してください。などです。そこでこのビデオでは、簡単な例の紹介を通じて、アイソレーションの考え方を紹介します。ここで、ST マイクロエレクトロニクスのマイコン。STM32L5 を紹介します。STM32L5 は ARM 社の Cortex M33 をコアに採用しており、トラストゾーンを有効にせず、アイソレーションを使用しない設定と、トラストゾーンを有効にして、アイソレーションを使用する設定の2つのモードで使用することができます。Cortex M33 のトラストゾーンは、ARM 社によって実装されており、DMA や GPIO など、コア以外のシステム上のトラストゾーン機能は ST により実装されています。トラストゾーンを有効にした場合、すべての IP、フラッシュメモリーの一部、およびラムの一部をセキュア空間、または非セキュア空間に割り当てることができます。非セキュア空間では、非セキュア空間にしかアクセスできません。セキュアコードやセキュアに割り当てられたフラッシュメモリー上で動作するコードは、すべての空間にアクセスできます。ここで、心拍数計、ハートレートモニターの例を紹介します。心拍を計測するセンサーがあり、RF モジュールを通じて遠隔にアクセスすることができます。この動作を考えてみましょう。ある遠隔ユーザーが Send Me Data リクエストを送信すると、そのリクエストは RF モジュールから I2C インターフェースを通じて STM32 に届きます。STM32 ではフラッシュメモリ上の新しいリクエスト受信を処理するためのコードを実行し、このリクエストが正しいかどうかを解析します。その後、SPI インターフェースを通じてセンサーから値を取得し、値を暗号化します。暗号化するのは、値が個人に関わるセンシティブな情報だからです。私たちはその値を誰にも見られたくないので、フラッシュメモリの内部に保存された秘密鍵を使って暗号化を行います。暗号化された値は、I2C を通じて RF モジュールへと送られ、最終的に遠隔ユーザーへと返信されます。ハッカーの場合を考えてみましょう。この例でも Send Me Data リクエストが送信されますが、通常のリクエストではなく、ある攻撃が仕込まれています。このリクエストが受信されると、先ほどと同様にフラッシュメモリー内のコードが実行されますが、実はこのコードにはある脆弱性があります。このコードはバッファーオーバーフローの攻撃に弱いのです。このビデオではこの種の攻撃についての説明は行いません。インターネットや様々な書籍で紹介されていますので、参照してみてください。この攻撃により行われるのは、ラムへのコードの注入です。ハッカーが私たちのコードに脆弱性があることを見つけると、ラムに何らかのコードを注入します。ここで注入されたコードは、センサーから値を取得し、ステップ5へとジャンプするコードです。その結果、値が暗号化されることなしに返信されることになります。これは、ハッカーが心拍数計の値にアクセスできたことを意味し、まさに私たちが保護したいものです。この構成についてよく見てみると、注入されたコードはセンサーの値だけではなく、フラッシュメモリー上の秘密鍵をも取得できることが容易に想像できます。何も保護されていない秘密鍵を取得することにより、最悪のケースではハッカーが秘密鍵を使って全ての通信を複合し、傍受することが可能になります。トラストゾーンを有効にしてみましょう。すなわち、アイソレーションを使用します。セキュア空間と非セキュア空間に、それぞれ何を配置すればよいでしょうか。基本的には、あなたが保護したいものをセキュア空間に配置してください。私たちが保護したいもの、それは心拍数計のセンサーとその値でした。ここでは付随する SPI インターフェースと GPIO へのアクセスも含みます。フラッシュメモリーをセキュア領域と非セキュア領域に分割し、SPI はもちろん暗号化の機能と秘密鍵をセキュア領域に配置します。秘密鍵も保護したいものの一つであり、誰にもアクセスさせたくないものです。
ここでたった一つだけの API を非セキュア領域に定義します。非セキュア空間は暗号化された値を取得するためにたった一つだけのこの API を呼ぶことができ、この API はすでに暗号化されたセンサーの値を返します。これは非セキュア空間は秘密鍵に直接アクセスできず、暗号化された値を要求することしかできないことを意味します。その他のすべてのものを非セキュア空間に配置します。外部との通信がありますが、ここには機能的に何も秘密はなく、隠す価値のない一般的なコードがあるだけです。仮にハッカーがここへのアクセスを試みたとしても、ハッカーにとって興味の対象にならない通信スタックが見えるだけです。これがアイソレーションの意味になります。もう一度ハッカーに戻ってみましょう。ハッカーがリクエストを送信します。ここではまだコードに脆弱性が残っています。しかし、アイソレーションによってコードの注入を阻止できます。ラムに何らかのコードが注入されるかもしれません。しかし、新しく受信したリクエストを処理するコードは非セキュア空間にあり、ラムの非セキュア領域にしかアクセスできません。そのため、何らかのコードが注入されたとしても、それは非セキュア領域にあり、そのコードが秘密情報にアクセスしようとしても、アイソレーションにより拒否されるのです。非セキュアラムで動作しているコードは、非セキュア空間にしかアクセスできず、できることといえば API を呼び出して、すでに暗号化されたデータを要求することだけです。しかしそれは通常と同じ動作をしているだけであり、ハッカーにとって何の価値もありません。これがこのビデオで紹介したかった、アイソレーションがいかにして攻撃を防ぐかの使用例です。同じ例でその他の攻撃について考えてみましょう。例えば、SPI を再設定してしまう可用性攻撃が考えられます。同様に、IO の再設定やクロックの切断を狙う場合もあります。これはいずれも、機能を無効にすることにより、アプリケーションの振る舞いにインパクトを与え、心拍数系のセンサーを使用停止に追い込むものです。ハッカーはより大規模な攻撃を仕掛けるためのきっかけとして、このようなアプリケーションにとって想定外の振る舞いを意図的に引き起こし、利用します。一方、STM32L5 では、大小様々な ST 独自のセキュリティ機能の実装により、トラストゾーンの効果を最大限に高めることができます。この例の場合、SPI は保護されており、SPI が使用する GPIO とクロックも保護されています。これらに対する可用性攻撃は非セキュアコードを起源とするため適切なアイソレーションを設定することにより防ぐことができます。STM32L5 ではアプリケーションが DMA を使用する場合も同様に DMA のアイソレーションを設定することができます。まとめです。このビデオでは STM32L5 のトラストゾーンを使用したアイソレーションの考え方とセキュリティレベルを上げる使い方を紹介しました。ST 独自の実装により、STM32L5 のトラストゾーンによるアイソレーションは、システムのすべての部分に柔軟に拡張されます。ビデオでは紹介しておりませんが、ST のソフトウェア開発ツールである STM32CubeMX は、ユーザーによるコードの設定を支援し、コードのアイソレーションをさらにアクセスしやすくします。また、STM32 のファミリーでは、MPU や Firewall、セキュアメモリーなど、トラストゾーンだけではなく、他にもアイソレーションのメカニズムを提供しています。それぞれのメカニズムには違いがあり、保護できる対象も異なっておりますので、興味のある方はぜひ一度各製品のリファレンスマニュアルを参照してみてください。以上、ご清聴ありがとうございました。